はこんなコスチュームにお着替えしてみます。こちらのレースクイーンです。それでは早速お着替えしてみます。レースクイーンです。今日のレースクイーンのコスチュームはワンピースタイプになっていて、こう前が全部ファスナーになっているタイプです。それでは今日のパンティーとブラジャーをご紹介します。今日のパンティはこういうパンティでーす。ちょっと落ち着いた感じのピンク色のレースに、白いベースの生地にピンク色のお花のプリントがされています。後ろはこういう感じです。こういう感じ。で、後ろは上の部分がレースになっていて、下の部分がこのピンクのお花のプリントになっています。それでは、お揃いのブラジャーをご紹介します。外しました。今日のブラジャーはこういう感じです。白のベースの生地にピンク色のお花の絵柄がプリントされています。そしてカップの両端の方にピンク色のレースが、ついています。そしてパンティとお揃いのお花のような形のキラキラしたチャームが一つついています。それでは今日はワンピースタイプのレースクイーンのコスチュームでエメフィールのブラジャーとパンティをご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いします。またミアの裏チャンネルも動画を投稿しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。またミアのファンクラブファンティアとオンリーファンズもいろいろな動画をたくさん投稿してますので、ぜひそちらにも遊びに来てください。それではミアでした。バイバーイ。